そう。俺がいる時もちょっと甘えたような声で泣いてたね。どうしたパンちゃん、ちょっと甘えたくなっちゃった？しおんくんを出したいけど、あずちゃんが前にいますね。しおんくんたちのご飯をちゃんちゃん。しおんくんだけ出てくるね。あ、しおんくん出た。しおんくん出たね。しおんくんだね。しおんくんね。あんま暴れなくていい子だね。みんなまとめて遊ばせるか。中からあんずちゃんが遊んで、口側からしおんくん。
ど真ん中はどうだ。面白い。ラブ君がいるときに、やっぱラブ君がしてたことを一人になるとするんだね。ラブ君はそんなにおとなしくしたの？おとなしくはなかったね。メトギから出たこの、カスみたいなやつ。いい遊びね。はい、どうぞ。みんなケージの外で待ってるから早くなでなでをさせておくれ。あ、ここはまた仲良くなってたのを見逃した。しおんくん、上はダメだよ。そうだね。なんとかゆらゆらボールじゃない。名前が思い出せないけど。ご飯の音がし始めたらちょっとざわざわになってきたね君たち。はいはい。
いは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 い。しおんくんはほとんど終始なでらでポジションに来るようになったね。痛い。喜び神になってきた。なんで噛みつくんですか君は。そうか、噛み癖は止めるようにしなきゃダメかな。まあ今だけのブームだと思うんだけど、この人またなでなでじゃない方向に行くと思うんだけど、やっぱなでなでされてると気持ちいいので、あの甘噛みを始めちゃうんだと思うんだよね。直さんから行きましょうか。はい、うーって先生。うーん。パクくんがワクワクってしちゃったけど。はい、チョコさん。はい。はい。はい、どうぞ。はい、どうぞ。おいしいね。はい、あずちゃん。はい、あずちゃん、どうぞ。あれ、この手は誰の手かな。いいね、食べちゃいいけどね。はい、フェイクでした。ガツガツ食べています。はい、いかがですか。はい、いかがね。はい、どうぞ。柴崎こうだからね。ちょっと変わったところで食べています。え、食べないの。ぽんちゃん、ぽんちゃん、どうぞ。ぽんちゃんの好きなカリカリも入ってるよ。